それ逃げないで答えてください。はい、野田内閣総理大臣。基本的には対馬 のいわゆる文書、宗家の文書、こちらは非常に大事な価値のある文書だと思いますので、いずれは基地と円満な形で日本に戻ってくること、これは望ましいと思いますが、いろいろやっぱり段取りがあると思いますので、まずはアクセスの改善を今回は要請をしたということであります。山本君、いずれはということはいつか状況を見て返還を要求するということですね、総理。はい、一旦首脳会談で出たんだから総理ですよ、逃げないで。一遍その外務大臣、あと現場幸一郎君。これもね、山本委員はもうご存知でお聞きになってると思いますけど、やっぱりね、これただね、性質は部分一部違いますよね。これね、いわゆる議期と対馬宗家文書と性質が違うってことはですね、理解をして、いただいた上でですね、つまりですね、例えば、いわゆる議期の方は、朝鮮総督府を経由してもたらされて、現在日本政府が保管をしているということですよね。対馬宗家文書ってのは、いわゆるこれ、東南文化財ですよね。これですから、性質は違うんだと思うんです。だからその性質の違いも含めてですね、勘案しながら、しかし、対馬宗家文書については極めて大事ですから、私自身も外相会談の時からですね、その都度というか最初の時から問題提起をしているということでございます。はい、山本君。野田総理の訪韓は10月18、19でした。そこで、議期を引き渡したわけなんですけども、その後27日に韓国内で何が起こったか総理ご存知でしょうか。はい、野田内閣総理大臣。いや、何日何が起こったかまではちょっとわかりません。すいません。はい、山本君。韓国政府が竹島の管理事務所の建設計画を決定したんです。その翌28日には何が起こったか、それご存知ですか。いや、知らないです。知らないです。はい。何日に何が起こったかわかりません。はい、山本君。竹島でファッションショーが開催されたんですね。議期を介して、結局韓国では竹島の不法選挙が余計強化されていると。つまりね、外交はギブアンドテイクなんですよ。そういうもう戦略的発想がもう全くないということを申し上げ、この稲津外交ではとてもですね、日本の外交は任されないということを申し上げて、ひとまず関連の質問ということで岩木精神会長にバトンタッチしたいと思います。ありがとうございました。